グラスを手に立つ、橙色の髪をうねらせる、白い衣装を着た女性。チェコ東部に生まれ、パリで活躍した芸術家、アルフォンス・ミュシャが、1896年に制作した、ルイナール社のシャンパン。本作は、シャンパンメーカー、ルイナール社の製品の、宣伝のために作られたポスター。女性が手にするのは、シャンパンの注がれたグラス。弾けるシャンパンの泡が杯から飛び出る星の形で表されています。豊かな髪の毛はダイナミックに大きくカーブを描き、これに対しわずかに傾きながらもほぼまっすぐに立つ女性のシルエットや、正面を見つめる顔、垂直に掲げられる腕は動きが乏しい静かな印象を与え、この動きの有無のコントラストが本作の見どころとなっています。